最高峰のディビジョン1で2年目のシーズンを迎える三重・ホンダヒートには、今シーズン、元日本代表のレメキ・ロマノ・ラバ選手が4年ぶりにチームに復帰するなど、新たに14人が加入しました。今日は、今シーズンからキャプテンを務めるフォワードの藤井拓実選手や前田義人 GM らが県庁を訪れ、藤井選手は三重県の皆さんに共に喜んでもらうために 地元鈴鹿で一つでも多く勝ちたいと新シーズンへの意気込みを語りました。市民知事は、三重県を挙げて全力で応援しますと答えていました。ぜひ試合会場に足を運んでいただいて、僕たちに声援をいただけたら、必ずいい試合をお見せしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ジャパンラグビーリーグ1は来月21日に開幕し、三重ホンダヒートは鈴鹿市の三重交通グループスポーツの森鈴鹿でブラックラムズ東京と開幕戦を戦います。三重テレビでは開幕戦の模様を実況生中継でお伝えします。